はい、どうも、サラクーです。今日はですね、2021年1月9日土曜日になります。サラクーのチャットを始めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、改めましてサラクーです。今日はですね、2021年1月9日土曜日になります。実はですね、今ね撮ってる時間がですね、実はあの午後のね、11時30分ぐらいなんで、今ここにねちょっとピンマイクつけてるんですけどね、ちょっとね、まあ、小声でね喋ってるような感じになってます。多分ねこれを上げる頃にはですね、日が変わって多分1月10日のね日曜日になっちゃうかもしれないですけどね、とりあえずね、1月9日土曜日としてね、この動画をね今撮ってるというところです。今日はね、気になる、ね、話題としてはね、1点、あります。そちらをね、早速やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、こちらになりますね。こちらですね、まあ、私がね、よくね、話題としてね、挙げてですね、アメリカにあるあのドローン DJ のね、記事になります。あの今ね、私がね、興味を持ってるね、あの DJI の新しいね、FPV ドローンに対して、やはりですね、まあ、日本でも結構このね、ドローン関してはあの、まあ、結構大きいドローンですよね。なんで、まあ、日本の場合もですね、まあ、技的、通しては来てるんですけども、まあ、じゃあ本場ねアメリカの方とかもね、じゃあこのね新しいね FPV ドローンに関しては、このまあリーガルなんで今法律的にね、どうなのかということがやはりね、議論になってますね。なのでね、まあ、日本と同じように、アメリカの方でもですね、このね、新しい、ね、DJI の、新しい FPV ドローンですね、そこに対してね、いろいろとね、やはり、物理をね、醸し出しているようですね。はい。で、こちらはですね、まあ、基本的にね、何が、まあ、記事的に何が書いてあるかというとですね、まあ、ここはね、基本的には日本と同じなんですね。あの、アメリカの方でも、基本的にはですね、要は、目視内で飛ばさなきゃいけないっていうのがね、まあ、ルールとして、ね、あります。基本的にね目視外でね飛ばすとですね、ルール違反になってしまうと、まあ、そういうことがあるんですね。なので、まあ、そこのところはね、まあ、リーガルって書いてあるんですが、法律的にどうなのかっていうところをねもう一回ね深くね掘り下げたっていうところのね記事になります。はい。でやはりね、このね、まあ、以前の動画というか、こちらのね、ドローン DJ さんの方ですね、このね、DJ のね、新しい FPV ドローンに対しての記事を上げたときにですね、やはりね、たくさんのね、コメントを来たみたいですね。で、やっぱコメント読んでみると、本当にね、アメリカのね、法律でね、このね、FPV ドローン、本当に飛ばせるのかということが、やはりね、焦点になってました。ですね、まあ、掘り下げてみて、まあ、これの、ね、記事をね、まあ、ちょっとまあ、ここは結構またね、英文として長いんで、まあ、私の方もね、Google Chrome の方でね、まあ、日本語翻訳をね、してですね、まあ、ちょっと読んでみたんですけども、やはりですね、このね、ドローンを扱う場合はですね、やっぱアメリカでね、まあ、違法で飛ばさないっていうふうにするのはですね、やはりその補助者をね、立てて、置かなきゃね、やはり飛ばせないっていう感じですね。なのでね、ソロでね、この FPV ドローンをね、飛ばすとなると、まあ、日本の場合もね、その目視以外のその許可取りをね、しなきゃいけないですので、まあ、アメリカの方もね、まあ、同じようなね、形になるのかな。ただ、本当にそのままね、許可なしっていうか、何かしらのね、その、まあ、日本で言えばね、その国交省の、ね、認証とか、まあ、許可申請ですね、をやる必要はありますけども、アメリカの方はちょっと分からないですけどもね、まあ、同じようなことをね、しなきゃいけないのかなと思ってます。そういう意味ではですね、アメリカも日本もね、基本的にはこのね、大きいね、これ多分ね、250g 以上あるようなね、気がしますね、見た感じね。ということなんで、やはりね、飛ばすにはね、ソロだとね、結構ね、厳しいのかなと思ってます。まあやるとしたら、まあ、実際ね、そのゴーグルを、つける方はまた別の方がつけて、で、そこで、要は目視内を直接見た形でね、まあ、補助者っていうかね、その人が飛ばすってやるんだったら合法になりますね。今、つまりね、目視内に飛ばすことになりますからね。その、ゴーグルつける人と、その操縦者がね、別であればね、そこら辺のとこはね、クリアになってくるというところなんですね。
ということでね、まあ、なかなか今回ね、このね、まあ、DJI のね、新しく出るね、FPV ドローンに関してはね、なかなかね、面白い部分があるんですけども、やはりね、アメリカにしてもなかなかやはり法律の壁っていうのがね、あるようですね。はい、やはり結構議論になってるそうです。まあね、これでまたいろいろとね、こういう風なね、新しいね、FPV ドローンがね、出てくることによって、まあ、技術革新がね、進めばね、よりね、安全に飛ばすことができるようになればですね、そういう風なね、まあ、ゴーグルつけて、ソロでね、自由にね、飛ばせるっていう日もね、近く来るんじゃないかなとね、思ってますっていう風に、ね、まあ、なってほしいですね。なかなかね、やっぱね、鳥になりたいとかね、そういう風な、ね、気分になったりしたいわけじゃないですか。やっぱりね、ドローン飛ばしたい時にはね、その一日を視点飛ばしたい場合は、ね、やはりね、鳥の気分になった感じでね、飛ばしてみたいというのは、ね、やはりね、憧れではあるんで、ね、まあ、ぜひぜひね、そういうとこまで、ね、実現、ね、できるようなね、未来になってほしいなと思ってます。はい、今日のところはね、簡単ですけどね、こんな感じになります。もしね、この動画がね、よろしければね、高評価ボタンをね、押していただけるととても励みになります。またですね、サラクースカイサロンですよね、ドローン空撮とか、あとはね、ドローンのね、ノウハウ系とかを、上げてるんでね、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではね、もうかなりね、多分パッと見、そうですね、11時29分ですね、まあ、撮り始めたのが11時20分ぐらいだったんで、まあ大体ね、そこら辺ぐらいのね、結構遅い時間になってしまいましたね。まあ、上げる頃にはね、日が変わっていると思いますけども、これからもね、よろしくお願いします。じゃあね、次の動画でお会いしましょう。以上、サークルでした。さよなら。バイバイ。